負けない負けない負けない絶対負けない負けない自信があるから。はい、毎度のとこです。はい、中川家、元極道インタビュー編ですね。はい、11になったとこですね。11月11日月曜日ですね。週の始まりです。はい、俺ダメだな、うるさいな、これ設定が間違ってるわ。あれの回転数のタコメーターの、ドラレコチャーティア、あれのデジタコの、ダメですね、これじゃうるさくてしょうがない。マジか。はい、そうですね、もう嫌なんですけどね、はい、もう辞めるって会社に不満があってね、辞めるってなった人はまあ何も気にしないですよね。この穴埋めてね。でね、ここ前回の動画の時も同じかとこか、これその時多分言ってないんだけど、前回の動画の時は同じとこじゃないか、言ってないんだけど、ここはね、そのセンターの中の人がね、まあこう、ちょっとね苦手な人がいると、だから余計嫌なんですけどね。はい、まあ、そうだね、中川家の話をしたからあれですね、おそらくね、ユーチューバーの人たちは、まっちゃんのを出すんでしょうね。バカすかバカすか、出してんのか。で、まっちゃんのことに関しては、この件がね、あったときに、まあ、一通り話してるので、こすりませんね、そこをまた、私はね。すりませんけど、はい、ここがですね、あれです。みちょみジャンクション。信号があるとこです。はい、信号がある交差点。はい、ショートで逆から来たとこ出してますけど、ここは信号がある。あれ、曇ってんな。なんでこんな曇るんだ。高速なんですけどね。はい。はい、こすらないけど、私的には、まあ、ぶっちゃけ、とりあえず、今ハマってるのが中川家でしょ。で、まあ、千鳥はもう見尽くしちゃったから、正直ないんですけど、千鳥、中川家千鳥、サンドイッチマン、ナイツ、他にもいるか、あとは。あとは、まあ、ジャルジャルとか、ノンスタイルか。まあ、まあ、筆頭、今現在だと中川家ね。ばっか見てるから、正直ね、どうでもいい話です。もうテレビも見てないしです。テレビも見てないから、
正直どうでもいい話ですね。はい。その件はね。はい。こんなとこですか。はい、あとは、あとはですね、そうだな。あ、そうだ。そう。テーザー放送さんの動画をね、また見て、ちょっと、痛いな。痛いとこ言われちゃったなと思ったのがね、その動画が、イベントに行って、テーザー放送さんがいろんなトラック系 YouTuber があったって話なんですけど、私の動画あんまりトラックの人ってあんま見てないと思うんですよね、多分。で、知らない人もいるかもしれないんで、言うと、運送会社で、結構多分、大きい方の部類でしょ。の、大きいよね。見る、営業所いっぱいあるしね。トラックも見るからね。で、そこの会社っていうのが、公認で、YouTube を認めてるんです。認めてるっていうか、会社公認 YouTuber っていうのがいるんですよ。何人もね。で、私もあんまよく知らないんですけど、私もほとんどそこの YouTuber の見てないんで、ただ、そこの部類に入ってる、ホンポナッカさんは、一時よく見てたんですよね。ホンポナッカさんも、あれなのかな？ってな感じで、でね、でも普通に、会社員としてドライバーやりながらでなんだけど、多分ね、一番登録者数いる人は何十万だと思うよ。で、女性のドライバーもいるしね。女性のトラックドライバー、YouTuber。もう多分いたと思った。いるしね。そんなね、まあ、イベントに行ってきたと。で、まあ、それと全く関係ないんだけど、テーザー放送さんが言ってたのが、テーザー放送さんはもともと最初から YouTube は、金のためにやってるっていうのを公言してる人なんですよ。ぐらい、まあ、言ってみればだから、ある意味プロ意識が強い人なんだよね。で、自分に自信を持ってるって言ってますしね。そのトラックに関して言うとね。なんだけど、その彼が嫌いな、YouTube 見てて大嫌いなのが、自分の動画のことをこんなつまらないね、つまらない動画を見てくださって、申し訳ないとかありがとうございますっていうやつが一番ムカつくって言ってたんですよね。で、だから、それは失礼だろって言ってたね。たとえ一人でも、それを見てくれてる人がいるのに、自分でつまらないっていうのは、見てくれてる人に失礼だと。ってことを言ってましたね。レーザーを撮ったのね。それが、たとえ、嘘でも、自信がある、面白い、って言えって言ってましたね。で、テーザー放送さん自身も、自分が出す動画で、これ、いまいちだなとか、面白くねえなと思っても、自信を持って、お届けしますとかって言うって言ってましたからね。ああ、プロ根性がすごいね。って思いましたね。まあ、何かしら、でも何かしら YouTube やる上で、その目標っていうかね、掲げてるんだったら、まあ、その、姿勢じゃないとダメなのかな。まあ、わかんねえけどね。まあ、私なんかは、どっちかっていうと、その、見てもらいたいとか、見てくれる人のためっていうよりかは、自分が撮って、自分で。で、アップロードするとこまでで終わり、私は集結してるので、基本的に YouTube というものはね。あとは自分記録みたいなものであって、
あの、何せ、あの、アルバムすべて、あの、捨てましたからね。そして、スマホの中のもの、データすら、あの、完全消去しましたからね。だから写真とかないんですけど、一切。あったから、この YouTube が、まあ、自分記録的なものかな。だと思いますね。はい。そんなとこ。あとは、ミド姉さんですね。ミド姉さんは、あれ、パワーアップしますよ、絶対。あ、これはね、断言するね。これは、断言しますよ。はい。あの人、スパチャって言ってるけど、あれはスーパーチャットだからね。あ、スーパーサンクスだからね。コメント欄のはスーパーサンクスだから。あるとね、まあ、それ誰でもなると思うよね。やっぱり、そうやって、あの、投げ銭もらえたらさ、まして初めてのことでしょ。まあ、テンション上がると思うよ、誰でも。だモチベーションがね、高くなって、おそらく、井戸姉さんは、パワーアップすると思いますね。はい。だから、まあ、アンチなんかびくともしないっていうくらい、振り切っちゃうと強いからね。だから、下手したらなるぜ。なると思うよ、あの人は。あの、アンチウェルカム。でも半分なってるんだと思うんだけどね。アンチウェルカムになると思うよ。で、絶対ね、あの人覚えてるからね。きっとね。私の動画って言ったこともね、覚えてるって言ってたからね。いや、それはだから、あの、考えてますけどね。あの、投げ銭しますよ。しますけど、あんま目立たない。あんまり目立たないぐらいになってからにしたいんだよね。もうちょっと、あの、投げ銭、普通にバンバン入ってくるぐらいになったら、隠れてポンって入れようかなと思ってるんですけど。約束は約束だからね。そんなとこかな、今日は。はい。あとは、何かありましたっけ？いや、眠いんすよね。寝ないで出てきちゃう。あ、今日は1時出社。夜中の1時出社です。はい。寝ないで出てきたから、眠いっちゃ眠いんですけど。あと3つぐらい話すことがあったような記憶があるんだけど、ああ、そっか。ああ、そう、まだミド姉さん続いちゃうよ。あの、また会うって言ってたんだ、そうだ、動画で言ってたんだ。会うって言ってたんだけど、まあ、あの、X にもポストしたけど、まあ、よくね、そんだけ、あの、なんだろうね。こうって、まあ、言ってしまえば、低スペが、ゴロゴロ出てくるなぁと、思った次第でありますよ。で、私がわからないのは、その、男がね、自分が、年収だからそのね、300万。今どのくらいなの？ある、一応これギリ年収として、あの、こう、なんつうの、成り立つというか、どのくらいなのかな？ 400 万は少ないの？要はその、婚活していいだろうっていう線ね、ライン。で私はそのライン以下だったら、もう、やる気ないけどね、そんな。あの、私がその年代だとしてね。婚活する年代だとして、
自分がその標準以下っていうかさ、世間一般のね、そのトータルスペックね、トータルスペックというかどれか一個でも、平均値を言ってないとしたら、婚活まずしない、する気にならないだろうな、おそらく。そこ何を求めてんのかな、どうもいまいちよくわからんですけどね。はい、まあそんなとこですわ。はい、では、本日も安全運転で行かせていただきます。社畜交通のどん底です。はい、夜間ね、飛ばしすぎ注意ですね。はい、この首都高がいくら空いていようが、はい、首都高は怖いですからね。はい、事故多いしね。はい、ってことで、どうもありがとうございました。バイバイ。